ちゃんって濃いの？うん、で、バッチャって濃いの？どうって？バッチャって濃いの？どないって潜ります？ほら。おもちゃ、はい。プルミント。はい、行こう。ラララ。はい、はい、いける。ここ、ここ。こっちじゃないから。ここ泳がさず。どう？いや。魚食べ終わり。魚がある。うわ、一人目じゃん。早い早い。魚だった。ここかは？ここかは食べないのに。はい。今餌食ってるよ。ほら、見て。ちさぼさま、この四次されて考え登られたお子様ですね。四次されて、お店の方がしっかり考えると。行います。本日はですね、熊本市動植物園にご来園いただき誠にありがとうございます。熊本のですね、地震発生から約2年8ヶ月ぶりの、全面開園となりました。これまでですね、皆さんにおかれましてですね、ご支援とご協力賜りまして誠にありがとうございます。それではですね、ペンギンについてのガイドを行います。私、担当木下と申します。よろしくお願いいたします。まずペンギンはどういったところに住んでいると思いますか？ペンギン。わかり方だいたいですね、寒いところに住んでいるイメージはございますけど、こちらはフンボルトペンギン、あまり寒くないところに住んでいるペンギンになります。南アメリカのですね、ペルーからチリにかけてのですね、海岸線にコロニーという集団繁殖地、こういった集団繁殖地を作ります。岩の隙間を利用したりですね、サボテンの根元とかですね、海鳥の糞が長年にわたってですね、積み重なってできた桑野という子孫の地面をですね、利用して巣穴にします。ペンギンの体、身長はですね、67センチから72センチ、体重で 3.2 キロから 5.8 キロまで成長し、胸に黒い帯模様が1本あるのが特徴になります。で、寿命はといいますとですね、大体野生では20年ぐらいと言われてますけど、こういった飼育下ではですね、20年以上生きることは珍しくありません。で、こちらでですね、一番高齢の、ポポは、今泳いでるのかな、後ろ指のポポちゃんがいるんですけど、そちらが30歳になります。で、そういったですね、フンボルトペンギンですけども、野生でのですね、危機的状況ございます。で、正確な調査が必要ですけども、野生でのですね、生息数は4万羽から5万羽と推察されます。
ね、一応日本ではですね、育保存のためにですね、血液環境を調整しながら、繁殖に取り組んでおります。こちら、オスとメス、オスが7羽と、メスが13羽の合計20羽が生活しております。でペンギンさん、体の方を見てもらいますとですね、お腹の方が太くて、両端が細い放水系という水の抵抗を受けにくい体をしております。で翼はですね、フリッパーと言われまして、ボートのオールのような形をしております。で水の中ではですね、とても早く泳ぐことができます。で普通泳ぐ速さはですね、10キロから15キロ、だいたい電車ぐらいの速さと言われています。でもっと早く泳ぐときはですね、30キロぐらいになりましてですね、原付バイクぐらいのスピードになります。で、皮膚はですね、全身がですね、羽毛でびっしりと覆われておりましてですね、冷たい水が体に染み込むのを防いでおります。でお尻の少し上の方にですね、鼻腺という油が染み出しているところがございましてですね、その油をですね、くちばしで全身にこすりつけて、羽の防水性を高めております。で、ペンギンの足、短いように見えますけども、人のですね、膝から上の部分がですね、体の中に埋もれていましてですね、見えている部分が足首から下しか見えてないので短く見えます。で、くちばしはですね、鍵状、フックのような形をしております。泳いでいる魚をですね、捕まえた時にはですね、一旦加えて逃がさないようにするためになっております。で、餌の味を食べるときはですね、一旦加えまして魚の向きを変えます。で、頭の方から丸飲みいたします。それではですね、飼育員さんにですね、お魚の方を投げてもらいます。で、よろしければお子様に君の子の方を投げてもらいたいんで、どなたかされる方は順番に並ばれてください。はい、餌やりのお子様に来てもらおうと思いますの です、ね、順番でこちら並ばれてください。やられたら順番変わらせてください。はい、じゃあ終わりの方のパターン変わってください。